糸崎君雄です。ナイキの人種差別 CM についてという話をしようと思いますけども、まあちょっとね、話題としては遅めなのかもしれないですけども、靴のメーカーですね、ナイキですね、それがその、日本人向けの CM ですけども、その日本人の、人種差別をテーマにした、CM を流したんですね。でそれ自体シリアスな話題を扱ったいい CM だなと思ったんですけども、まあ、それに賛否両論が沸き起こっていたわけですよね。だから一方では、まあ、僕みたいに、まあ、いい CM じゃないかというふうにして思う人と、あとはその日本人というのはそんな風にして、ね、外国人のことを差別しないと、中には差別をする人もいるけども、もっぱら日本人はそうやって外国人差別をしているんだという風に取られるのは心外だという、まあ意見に分かれているという話なんですけども、まあ私はそれに対して結構感情的にカッとなってね、まあ日本人というのはそもそも差別大好きじゃないかとね。だからああいう CM でその人間の日本人のその正体を暴くみたいなね、そういうのはいいんじゃないのっていう風にして言ってしまったんですけど、言ってしまったって、それはまあツイートしたんですよね。そういうツイートをしたところ、まあ誰からもいいねもらえなくて、そのまま流れていったんですけども、一方でね、政治系 YouTuber のなんだっけな、またど忘れしちゃったけど、カッパ先生かな、その人が、まあ、ナイキの CM の話を取り上げてて、でそれがね、これもね、中国共産党の陰謀だって言うんですよね。で結局だから、そのそういう風にして、その日本人のイメージを貶めるような CM をナイキが、流して、まあ、煽ってるというような話をしていて、まあそれはね、そういう見方をするんだったらそれは一理あるなというふうにして思ったんですね。で一方でね、これもYouTube で、またど忘れ、名前ど忘れしちゃいましたけど、牧師さんですね、キリスト教の牧師さんが、それはキリスト教の YouTube で、その一部の中で週に1回牧師さんが、政治について語るというコーナーがあって、で最近は、トランプ大統領の話題、大統領選挙、アメリカ大統領選挙の話題を喋っていて、でその牧師さんの話すごくいいんですよ。問題をすごくね、的確にまとめて、でまあ、人格的にも大変優れた方で、まあ、そういう優れた、私が尊敬している人の名前を忘れてしまうというのは大変失礼ではあるんですけども、その牧師さんがおっしゃるのは、その中国共産党というのは、そのまあ、人々にその分断をさせていると、ね、人々の間にそのいがみ合いを作って分断をさせるというのが、まあ、国を乗っ取る上での、まあ、常套手段でもあるわけですよ。それはマキャベリの君主論でもそういう話出てましたけどね。だからその LGBT にしても、あとそのなんでポリティカルコネクトレス、というものに対しても、その些細な問題をものすごく大きくこう大げさに取り扱うことによって、人々の間に分断をもたらすと、そういう戦略なんだと、その一環として日本人における人種差別を扱った CM をナイキが流しているんだと、まあ教会の牧師さんはそうはおっしゃってなかったんですけども、まあ、そのカッパ先生かな、その方の話と合わせるとそういうことが言えるんじゃないのかなというふうにして思ったんですね。でこれもね、なかなか難しい問題でね、で、まあ、確かにその、まあ、私もいろんな意味でのマイノリティなんで、いろいろと差別扱いは受けるんですけども、まあ、一つは発達障害だっていうこともあるし、あとまあありていに言ってアーティストで変な人なんで、まあ、そういう意味では、差別を受ける側でもあるんですけども、でまあこのだから、その差別をしたがる体質っていうのは確かに
多くの人にはあるんだけど、それが日本人の特質なのか、それとも人間の特質なのかっていうことをね考えると、まあ私はその日本に住んで日本人しかもっぱら見てないので、世界の人はどうなのか分かんないですよね。でむしろその、まあいろいろ本読んだりして見聞きした知識でいうと、まあそもそも人間っていうのはその差別意識が根底にあるわけですよ。自分たちに対して異質なものを排除して差別するっていうね、そういう気持ちっていうのがその自然な感情としてあるわけですよ。私の中でも自然な感情としてあるわけですよね。でその自然な感情をその制御する、抑える、理性の力でコントロールするというのが、まあ文明人のあり方なわけなんですよね。だからそれはその、まあ、日本人だけの問題ではなくて、まあ、どこの国の方々にとっても同じ問題ではないかと、まあ、落ち着いて考えるとそういうふうに思えるわけですよね。で一方でその日本人っていうのはその、まあ、島国で、そして日本列島という島の中は日本人が大多数なので、黒人や白人や中国人や韓国人みたいな外国人っていうのは少なくて物珍しいので、ついその差別しちゃいたくなるというね、そういう側面はあるのかもしれないけども、一方で日本人っていうのは、まあ、普通で言うとその、文明のレベルとしてはまあ高いわけですよね。教育水準というのは世界的に見れば高いわけで、皆さんお行儀が良くてその、ね、肌が黒いからとか白いからとかね、というあと朝鮮人だからってね、そういう意味で、差別はねしないんですよ、ね。一方でだからそのネットでそういう差別的な言葉を投げつける人はいますけども、まあ、みんながみんなそうではないし、むしろ実生活ではそんなにあからさまに差別はしないと、まあ、そういう風な実感も私自身にはあるんですよね。でところがね、まあ、これはまた難しい問題で、ツイッターのフォロワーさんね、私はなるべくそのマイノリティで差別に苦しめられるような人たちをなるべくフォローするようにしてるんですけども、まあ、一つは女性差別に苦しんでいる人がいるわけですよね。社会的にやっぱり社会で働いたりしているとその男性優位の社会の中で女性が差別されているというそういう、まあ、訴えがあるわけですよね。でそれと、まあ、発達障害の人は、まあ、周りに理解されなくて差別されていると。そして人種問題でいうとね、いわゆるハーフの女性ですね、自分はミックスっておっしゃってますけども、アメリカ人の日本人のハーフなのかな、その女性がとにかくその自分は人種差別に苦しめられているんだという、まあ、かなり悲痛な訴えをしているわけですよね。でそういうことを私は見聞きしているので、そうするとやっぱり日本人というのは人種差別があるなっていうふうにして感情的には思ってしまうんですけども、これはねなかなか難しい問題だと思うんですね。つまりその、YouTuber の牧師さんが YouTuber というわけではないですけど、その牧師さん名前忘れてしまいましたけども、概要欄に名前書いておきますけど、牧師さんがおっしゃっているのはその小さな問題を拡大して、問題を大きくするんだと、そのことによって分断をもたらそうとしている人たちがいるということで言うと、まあ、そのハーフの女性がその意図的にそうやって小さな問題を拡大しているとは言わないけども、一方でその同じようにその、ハーフの人たちですね、僕の古い友人でも男性ですけどね、お父さんがイギリス人で、お母さんがイギリス人かな、まあ、ハーフの人いるんですよね。あと、他にアーティストで女性のアーティストで白人と日本人のハーフの女性いましたけども、そんなに自分がハーフであるということに苦しんでいないというか、そのツイッターでのフォロワーさんのその女性ほどこう深刻に悩んでいないというかね、まあ、それは表面上のことで、その悩んでないっていうのも表面上のことで内心はいろいろあるのかもしれないですけども、
でもまあ早い話、その一方ではその気にする人と気にしない人がいるわけですよね。で過剰に気にする人と全然気にしない人がいて、まあ、それも人それぞれなわけですよね。で過剰に気にする人に対して気にする方が悪いっていうのも、まあ、おかしな問題で、だからそういう意味で言うと、まあ、難しい問題なんです。問題は難しいんですね。だから、まあ、一つは人種差別の問題は難しいということと、それとそれでもやっぱりナイキの CM っていうのはそのやっぱり意図的にその分断を煽ろうとしているというその説は、今のねこの大統領選挙にまつわる、いろんな物事を鑑みるとそれは説得力があるなと、ね、みだりにこう簡単に挑発に乗ったりするとね、相手が思うつもになると。というわけでちょっと改めて冷静に私なりに分析しようということでお話をさせていただきました。